はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズマインクラフトへようこそ。セイキン&ポンちゃんです。ポンちゃんがどこにいるかっているんですね、これが。こうか。いたー！いた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 ！あれ、教会のてっぺんだからね。今回は村人の増殖をやってみたいと思います。で、村人の増殖法ってね、ゴーレム。村人の増殖、ポンちゃんも来てもうなんか騒がしい村だな、本当にもう。ゴーレムすごい、なんなのこれちょっと。いいか、今、冒頭喋ってんだ、もう、ゴーレム。本当に。村人の増殖方法ってのはすごいたくさんあるみたいなんですが、今回はね、高床式っていうのをちょっと試してみたいなと思います。では、行きましょう。まずはですね、手順は、村にある、全ての家の扉を壊すということですね。じゃあ、ポンちゃん手分けしてやろうか。うん。じゃあ壊します、扉をね。端からやってってもらおうかな。うん。じゃあ僕はこっち壊しましょうか。じゃあ一番こっちの、なんか教会のドアを壊すってのもなんか、悪い気がしちゃうけど、これをじゃあ壊しましょう。こうして。はい。壊す。お、早いな。あれもう全部壊したんじゃない？早い早い。さすがですね。はい。これ全部壊したね。そんな家ないからね。っていうかね、ここも壊して、あっち壊したから、OK だね。これで家の扉は OK です。そしたら次は、10マス、こう、高く積み上げていくらしいんですよね。まず、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで10段かな。で、ここに床を作ります。いたちょっと折っちゃったんだけど、ここに、まあ、上のとこにね、床を作りたいんですよ。まあ、じゃあ階段にするかしょうがないから。ちょっと簡単に階段を作ります。まあ、どっちにしても階段は必要みたいなので、作っといてもまあ、損はないでしょう。うん、OK。これで登れるようになりましたね。それではですね、まずこう登れるようにしたら、上のとこに床を作ろう。ここが10段目になるから、ここに作ればいいんでしょ？作ればいいんでしょって言ってもね、どうやって作ればいいんだこれ。あ、いけた！いけた。なんとか1個つけることができました。いけるね、これなんとかね。ギリギリの作業です。よし。やべえ、もう暗くなってきちゃった。あーちょっとね、全然進んでないんですけど、一回寝ないとダメだ、夜だ。はい。はい、おはようございます。うおー！なんでゴーレムをしてって。ゴーレムびっくりしてた、今。おはよう！ドガーンつってね、朝5時からやってますから。それなんとかさ、つけらんないかな。そこに 4×5 の床を作りたいんじゃない？さあ、あまりに僕が下手くそなので、一級建築士の出番です、ここね。なるほど、しゃがんでやれば落ちないで作れんのか、これ。こうやって、あ、いい、そう、僕が目指したのはこれなんですよ。なんでできなかったんだろうな、これが。この単純な作業ができないっていうね。まあいったね。やっぱり一級建築士ポンの力を借りないといけませんな、これは。あ、いいんじゃないこれで。1、2、3、4だから、もう1マスだね。もう1マス作りましょう。こうやってやるとできるの？あれ？あ、こういうことか。はい。あ、OK。やっとできた。OK です。これで高床が完成ですね。そっか。しゃがめば落ちないんだもんね。はい。では次はですね、ここをフェンスで囲います。では行きましょう。僕はね、ただのキラなんで、ここで。頑張ってるので、一級建築士の指示を受けて、あら。これでいいのかな？ちょっとね、よくわかってないんですが。いいよね、多分。これでいいのかな？これで、はい。とりあえず。で、もう一個か、そこ。空振ってるけどあれできない？あ、オッケー。そしたら次はですね、扉を設置します。はいはいはい、こういうことか。これでいいんだよね。ちょっと狭いな、なんか。あれ、やば、これじゃダメだな。ちょっとですね、ミスってたっぽいですね。ちょっとなんか狭いということで、一旦修正修正修正。狭すぎたのか。うお、なんかもう村人登ってきてるし、っていうことはいいってことだね。いい傾向にあるね。じゃあ今一マス増やしてくれたこれ、うん、あ、増やしてくれたわけだ。もうブロックない、もしかして。ここが1個空いてるな。あ、じゃあこう設置して、これさっきより広くなったよねどうも建築が気になるようでそうだね、うん、そういう感じか。そしたらじゃあ扉を設置、ここか。あ、でもこうなっちゃうね、やっぱりここですね。はい、あ、こうか。あ、これでいいのかな。 OK っぽいね。 OKOK、 これです、目指していたのは。現在扉の上にねブロックを置く作業をやってるんですが、ちょっとねなんとか頑張ってやってます。合ってるか分かりませんが頑張ってます。なるほど、上からやる作戦だね。建築士によると上からやろうっていう作戦ですか。こうやってこれで OK。 あ、いいんじゃない。 OKOK。 そうそう、気をつけて、高いから、うん、よし、おっと、あ、いいじゃんいいじゃん。多分これでね家判定になるんでしょうね。これが家ということになるんでしょう、きっと。で次の手順なんですけれど、村人1人をこの中に入れて、でここフェンスを閉じちゃうっていうことですね。ただそれ結構難しいよねっていう、押してこないといけないよねこれ。ここを登る、でもさっき登ってたから、まあ押してくればいけるのかもしれない。どの人にしよう、まあどれでもいいんだけどね。結構活発だな動きが早いからね。てかみんなこんなところに集まってるよ。これ押していける？彼なんかもっと近くにいる人いないのかな。近くの人を押してって登らせようかな。っていうか今探してたんですけれど、村人が減ったっぽいねこれ多分減ったっぽいっていうか2人しかいなくないこれ、うん、もう1人いる。あ、反対側の端っこにもう1人いるんですけど、3人しかいないじゃん村人。あれもっといたよね多分。やられたのかなもしかして。あ、よく考えたら2人うちの村に連れてきたんでした。そうだ、あ、じゃあこの人にしよう。あ、落ちちゃうと登れないのか。これじゃあちょっと階段にするしかないしたらね、ここ、はい、よし、これでいいや。なんとかね村人を上に押していきたいんですよ、あそこに。よし、いいぞポンちゃん。よし村人頼む。これ簡単って書いてあったんですけど全然簡単じゃないんだけども。あ、でこれも登れないよねきっとね。あ、でもさっき登ってたからいいのかな。一応ハーフブロックで登りやすく。あれ、あ、君がいるから置けないのか。よし、これではいはい、村人さん上に行きましょう。はい、お、いいよ、あ、いいよいいよ、はい、落ちないで頑張って。ああこれ難しいでしょう。ここを全部ハーフブロックにすればいいのか。ハーフブロックは足りない、作ってくる。あ、ちょっと登ってきてる登ってきてる。素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いい働き、すごいすごい、いいよいいよいいよ。でこのままじゃあここ登れる。ここ村人さんここもじゃあ壊さないとダメ。あー、やべえ、ごめんごめん村人うわ、びっくりした、危ない、ここ危ない。はい、こうか。あ、オッケー、なんとかこれで登れるかな。素晴らしい素晴らしい、押してる押してる。でこれを中に、このフェンスの中に入れてフェンスで閉じちゃう。はい、あ、いいですよ、いいですよ。はい、オッケー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 。じゃあこれでもう閉じちゃいます。あ、いいね、いいね、オッケー。じゃあポンちゃん、そしたらね、下がってもらって、あ、オッケー。でこれでここを閉じちゃいます。よし、オッケーか。でここ普通のブロックの方がいいかな。普通のブロックに変えよう。もうね、色は何でもいいや。これ土だ、これ。まあ土でもいいや。オッケーオッケー。よーし。とりあえず、村人一人をこの高床のとこにね、入れて一旦閉じ込めたので、こうしたら、あとは、村人、別の村人に、食べ物を持たせるといいみたいなんですが、ちょっとパンを投げてみようかなと思って。はい、行きますよ。はい。拾うこれ。あ、拾うんだね。こうなると積極度っていうのが上がるらしいんですよ。はい、どうぞパン。まあ3つぐらいやって、あともう1人の方、こっちの人、この彼、ちょっとなんでその屋根の上にいるんだって話なんだけど。で彼にもじゃあちょっとパンを与えましょう。なんたってこの2人しかあといないんで。ほい、拾ったかな、パン。ゴーレム外に。あれ、本当だ。なんでゴーレム外出たの。あれ、まあいっか、どっか行っちゃう。あれ、ちょっと待って、参ったな。はい、とりあえずパンをあげてんだけど拾ってくれない。この人あんまり食欲ないのかな。あれ、あ、降りてった降りてった。よかったよかった。よし、この辺で与えよう。ほい、パンをあげますから。ほい。え、この人受け取んない方式。あ、受け取った。ゴーレムお花持ってる。あれ、え、かわいい。あれ、なんでゴーレム花持ってんの、これ。かわいい。あれ、花を探しに行ったのかな。なんで、何これ、そんなメルヘンなゴーレムなの。うちのゴーレムはなんて優しいゴーレムなんだ。花をくれようとしてんの、これ。ありがとうありがとう。なんてかっこいいゴーレムなんだ。バラを取りに行ったとはね、ちょっと今まで見たことないね。初めて見ました。これよくあることなんでしょうか。だって花を渡そうとしてるもんね、これ絶対に。すごい。なんで外行っちゃったの。そうだね、ゴーレム中入れた方がいいね。あれ、花は下ろしたよ。とりあえずまあしまっとこう。はい、よし、オッケー。どこからゴーレムは外に出たんでしょうか。まあいいや。てかそれより村人は増えないんだけど、なぜだ。なんか失敗してんのかな。階段崩す方がいいみたいなので、ちょっと階段崩します。せっかく作ったんだけどね。さあ一応壊したんですけど、これでいいのかな。上でガチャガチャやってるけどね、一応ね。あれ、ゴーレムまた来てんだけどゴーレムどうやらいいゴーレムなようだね、この人は。非常にいい人なので、戦いはやめた人なのかな。花を持ち出してくるからそれは良かったんですけどね。村人が増えないんだけど。あ、来ました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 。ハートマークが出てる、ハートマークが出てる。これはいいんじゃないの。突然来ましたけど、あれ、農作物が足りない、所持品が足りないのかな。ああ、でもいい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 と思う。今こっち、ほら、今度こっちがハートが出てる。いいんじゃない。これは悪くはないな。いいぞいいぞ。おお、いい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 、よろしく頼むよ。よし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 、いいぞ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 。相性が悪いとかないようだ。大丈夫だ。よしよしよし、この調子で。はいはい、いい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 んじゃない。さあどうなりますか。増えますか、増殖しますか。いいよ、固定してるよ。あ、なんだ今パンだ。あー、来たー、やっと来たー。初めて見た。ちっちぇ、もう小人やん、ただのこれ完全。だって顔全く同じだからね。なんか子供というよりはただの小人なんだけど、これちっちゃ。ポンちゃんの半分ぐらいしかないね。うわー、やったやったね。あ、でもちょっと職業違うエプロンしてますけどあれだってこの白い人師匠でしょ。声がで、この人紫の人はこれ何なんだほら、司祭でしょ。でこれはこれ鍛冶屋じゃない。生まれた瞬間から鍛冶屋なのこの人ね。服装が違うもんね。うわー、よかったー。とりあえず1人増えました。もううちの方にね連れて行っちゃったから村人が減ってきてたんですけど、スーッとこう、あれ何なんだこれ。じゃがいも投げたりしてんだけど、ご飯あげてんの。もうじゃがいも食べんの。パンあげたりしてんだ。ゴーレムも気になって寄ってきてんだけど、ちょっとお前すごいすごい。いい。でもうちのゴーレム優しいから大丈夫だよ。いやとりあえずよかった。オッケー。間違っていなかったようですね。あれ、ちっちゃいのどこ行ったかな。いなくなっちゃった。ゴーレム普通に登っちゃうんだね、ここ。ほら、やばい、ゴーレム落ち着け。まあでもゴーレムじゃない、チビちゃんどこ行ったかな。チビ、あれいや、ちょっとあんまり世話はしてくんないんだよ。チビちゃんどこ行った。いたいた。チビさんいた。おいちょっと声高いチビさん、ほら危ないですよ。ここちょっと全体的に柵が甘いかな。なんかね、ゴーレム出ちゃうんだもんね。柵はもうちょっとした方がいいってことだね。あれ優しいよゴーレム。うちのゴーレムこれ異常に優しいんや。これ普通ですか。ちょっとわかんないんですけれど、優しいとは思うっていうか、子供に今度は花をあげようとしてるよ。あららら。うちの場合はですね、そんなにものすごい大量に村人を増やすっていう予定もないんですけど、あれ勝手になるんだこれ。ってことは、またほら、畑があれば多分おそらく農作物があるから、農作物を所持してると勝手にこう求愛モードになるっていう風には書いてあったんですけれど、ってことは一定時間経てばまた増えるのかなこれで。そう、別に無限増殖とかそんな風にねやるつもりも今のところはないんですが、もう少し増やしたいよねやっぱりね。村はちょっと寂しい感じではあるので、もう少しねこう豊かな村にしたいなっていうことで、まあでもこの感じだといけるかもね。うわ、子供早い。まあ本当はねもっとパンとかを与えれば早いのかもしれないんですけれど、まあ畑はあるから、自然にゆっくりは増えていくんでしょうねきっと。ハートマークが出てればきっと大丈夫だと思います。なかなか増えないですね。あれ待って、ポンちゃんの方になんか馬がいるぞ。あんなに探しても見つからなかったのに、なんてこった。しかも白馬じゃん。やばい、これはちょっと捕まえといた方がいいんじゃない。しかもそれ子馬、あれ、なんで子馬もいんの。こういうこともあるんですね。そうか、それはそうか、野生だからね。ちょっと待って、村人はいいんですけど、ちょっと待って、これ馬捕まえておきたいな。牧場をね拡大するために。あれ、そっちにもいいの。どこ。あれ、なんだ、こんなとこにいたんだいっぱい。うわー、いいね。元気。ちょっと趣旨変わってますけど、ちょっとこれ捕まえておきたい。これはいいでしょ。乗れない。いやー、この白馬はちょっと捕まえたい。うわー、でもちょっとやはりこれ気高いねこれプライドの塊ですよこれは。ベジータ並みのプライドを持って。頼む、乗せてくれ。馬よ、白馬よ。これ王子しか乗せないだこれ全然懐かないけど、分かりました。荷物持ってちゃダメなんだねやっと分かった。こうか。これだったらいけそう。乗ってる人いるよこれだったらね、いつかね手なずけるでしょう。ちょっとね、君は必ずちょっとうちに連れて帰りたいんですよ。でも難しいよやっぱり。ダメだって、この時点で餌やるとかじゃないもんね、これきっと。あ、だんだん乗れるようになってきたよ、白馬よ。あ、来た、やった、やっとハートマーク出ました。ってことはあとサドル持ってこないといけないね。とりあえず手なずいたけど、じゃあちょっと一旦急遽ですけど一旦家に帰ってあれ取ってきます、サドルを取ってきます。じゃあポンちゃんね、その間にちょっと手なずけといてもらって、一応現時点で白馬とあと茶色いやつか、茶色いやつは懐いたようです。あとはあれをつければいいんだね、蔵を。よし、とりあえず蔵をゲットしました。もう残り少ないですね。蔵が作れないのがね、難しいとこですよ。さあさあさあ、戻ってきましたよ。よし、おー、いた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 。オッケーオッケー。じゃあまずこっちから行こうか。オッケー、手なずけます。あ、じゃなくて、蔵をつけます。ほい。オッケー。よし、これでポンちゃんとりあえず乗れるよ。じゃあ鎧もつけちゃおう。鎧もつけちゃいます。君は金の鎧だ。ねえ。金の鎧。オッケー。馬に関してはちょっと慣れてきたね。じゃあ次もう一頭。これ早い。お、早い早い早い。あ、やっぱり違うんだ。コメントいただきましてありがとうございます。馬ね、やっぱりそれぞれ能力が違って走るスピードも違ければこうジャンプ力も違うということで、それは乗ってみないと分かんないんだろうね。うお、早いじゃん。茶色い馬早いんだね。乗ってみて。うわ、ちょっと乗ってみよう。早い早い。あ、早い早い。あ、やっぱり能力が違うんだ、もう。うわー、これだったらいいね。おお、すげえ早い早い。じゃあうちの黒いやつは遅いんだ、あれはのんびり屋なんだね。うおー、やっぱりすごいね。いいいいいい。オッケーオッケー。え、白馬気になるな。ちょっとどうだろう、これちょっとどうかな。君行くよ。はい、じゃあ白馬さん行きます。はい。うわ、かっこいいね、かっこいいね、真っ白で。ちょっと乗ってみよう。あ、いいよ。早いよね。あ、早い早い、全然早いわ。やべ、夜になってきちゃった。まずいまずい。うわ、やべやべ。よし、これまずいよ。夜になってくるとちょっと敵が出てくるので、一旦村に入れとく。これ、それとも家に帰っちゃうか。家に帰ろう、危ないから。一旦ちょっと家に帰ります。だいぶね、話が変わってきちゃったけど、まあいいや、村人はちょっと任しておいて。よし、でもそっちの方が早いな。白馬劇的な速さじゃないですね。あとジャンプもね、これタイミング合わせて、これ最大になった時にゲージが最大になった時にこうやってやると飛ぶってことなんですけど、どっちがどっちか。そうだね、ちょっと模様違うでしょ。真っ白いのが、うん、どうやって入ったの、すごいね。あ、入れた入れた。オッケー。よし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 。で、これ鎧つけようかと思ったんですけど、白馬はね、もうこのままで十二分に綺麗なので、もうあえて鎧つけません。はい、今名前がつきましたよ。ポンちゃん命名してくれました。白馬さんはこれ王子。はい、決まりました、王子です。で、今回連れてきた後こっちの茶色いやつ、実はですね、足が1本だけ白いんですよ。ほら、ここだけ白いんだよね。で、前連れてきたこっちはバランスがよく全部白いんですけど、足はね。で、特徴があるので、この人はですね、一本さんですいいですか、名前おさらいいきますよ、忘れないように。これ息子だよね、息子自分で忘れてないから心配だけど、息子、これ王子さん、これなんだっけ、これセレブセレブで、これが、これなんだっけ、あ、これキリンだキリンキリンで一本さんね。はい、オッケーよし、スケルトンも出てきたので、ちょっと家に入って寝よう。やられてる。やばい、ゴーレムがやられてる。なんか普通のここでスケルトン見たの久しぶりだわレザーに比べればね、こんなもんだよってことないですよ。はい、ポンちゃん、ちょっと卵、あ、卵を収穫してんの卵を集めてんの、そういえばいつの間にか鶏も増えたね、僕の知らないうちに増殖してるけど、これ小麦与えたってことだね。小麦の苗をね与えたということです。はい、うちの坊ちゃん基本的には一回柵開けたら閉めないからまあいいや、ちょっと一旦寝よう。はい、うわ我が家はいいね。はい、おはようございます。あれあれ、なんかなってますけど、これ何？スイカ。スイカなのこれ。いつの間にやったんじゃいこれ。なるほどね。水の横にこう、これは土、耕してスイカの種を植えて、そうするとスイカがなるわけだ。割ってみて。うん、じゃあ割っていいってことで割ってみますよ。うわあ！スイカ取れた。やった、切ったスイカになった。そうですよ、鉄の剣でズバズバっとねこう切りましたから。今これ食べれんの？スイカ食べれんのかな？あ、食べれるじゃん。食べていい？これスイカ食べます、はい、こんな季節にスイカ食べますよ。いただきまーす。うーわ1個しか回復しねえそんなに回復しないんだね。ちょっとまあ水分が多いからねスイカはね。なるほど、でもいいね。スイカもなってきました。うちのね、畑も良くなってきましたよ。これほとんどポンちゃんやってるけどね。で、目的としてはですね、村人をもう一人ぐらい増やしたいですよね、とりあえずまあ最終的にはもっと増やしたいんですけど、もっとスピードを上げるためにはおそらくパンを与えないとダメなので、うちのパンがもうちょっと作れるかどうかでね、小麦を今ポンちゃんやってくれてるので、これをまあパンにしてもう少し与えて、なんとか村人をもう一人増やしてみたいね。うん、あ、いいねいいねめっちゃ取れてる取れてる。オッケーオッケー、パンを作りましょう。食料、はい、そう、小麦3つでパン1個だからね、貴重ですよ。うわー、パン4個できた。ちょっとなってますね、もうちょっと増やしたいな。よしよし、パン6個になった。パン6個作るの大変だな。もう一度村に戻ります。いいね、馬も牧場も増えてきましたよ。これ増えてればいいんですけど、まあなかなかねそう増えないよね多分。よし、さあ村人さんどこ行きましたかね。あれ、あれ、これ成長してんじゃんこれ成長した。これね、あれですね、新しく生まれた鍛冶屋さんでしょ。おお、すげえ、もう立派な防具鍛冶屋になっているいいね。で、今度あれですよ、小麦じゃなくてパンを持ってきたのでパンを与えよう。これが目標なんです。じゃあパンを与えます。もう一度パンを受け取ってください。はい、よし、もう一人、お、あ、いいよ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 。あれ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 、パンはあげてない。あれ今度あちらであれ、あー、来たー。白い、別にパンをあげた人じゃなくてもいいみたいだねこれ。いやーあ、いいねいいね。この調子でねいつかゆっくり増えてくるでしょう。うん、いいんじゃないですか。 OK、 はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。とりあえずね、かなり下手くそなんで苦労しましたが、高床式で、村人増殖に成功しました。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 成金夫婦のマイクラ、2人で頑張ってます。チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。また成金の Twitter でも随時最新情報を更新しています。お気軽にチャンネル登録フォローをしてみてください。